ちゃらかんちゃらバリ島旅行の三笠堀です。やってやに南の島からバリ島旅行の三笠堀です。ヘンリーでーす。アキでーす。今日なんですけど、9時間のライブ配信をやろうと思っておりまして、またというか前回8時間だったんですが、1ヶ月前にジンバルをね、買おうかなと。新しいのなんか今使ってるのこうバッテリーがね、もうね、さすがにあれでね、どうしようもないから、ジンバルを今からちょっと買いに行こうかなと思うんですが、ショッピーとかトコペディアとかも売ってるけどさ、どうせならこうバリ島にね、今住んでるバリ島にお金をこう落としたいというか、バリ島で買いたいなと思うんですけど、どこか知ってるお店ありますか、アリさん。カメラの店。カメラの店。そう、あるかもしれません。近い遠い。まあこれ近い。電波サール。電波サール。そうです、ちょうど電波サールにいるんで行ってみようか。今からこれ飲んだら。何その顔は。その顔もう一回やってあり。ということでやってきたのはこちらのお店、スリージャヤカメラ電波サールの丸亀製麺のすぐ近くです。一番いいジンバルをくださいと、はい、スマホ用のね。おすすめはこれ一番いい。おすすめこれ一番いいって、これ何時間ぐらい持つんですかね。これでさ、だからまたはりにはバトルに一緒させる8時間。なんか、うん、ルビーラマスプルジャン、ルビー。はい、今の候補はこの3つに絞られたらしい。なんかこれちょっと頼りないよね。なんでこっちかこっちだと思うんだよ。で、値段がこれがこれは一番高い。これ一番高い。20ター。で、これがサツジュタ。そろそろね、話がね、長くてね、飽きてきちゃうんでね、他のものも見よう。おお、なるほどね。こういうの欲しいな。こういうのかっこいいですよね、カメラについてたら。あー、マイクもいっぱいあるわ。なんだここ、夢みたいな場所だな。やっぱり今使ってるやつですね。これが、これかっこいいね。いいな。これかっこいいな。あれ、こっちにもいいのあるぞ。普通にカメラもいっぱいありますね。調べてんの。そうです、レビューを。レビューをね、はい、こっちでレビュー調べて、こっちで何してる。ちょっと交渉します。ねえ、交渉してる。私見てるだけ。お金払うだけ。なんかさ、使わない機能にお金がプラスされるんだったら安いのでいいかなと思っちゃうんだよね。これになりそうだね、うん、っていうのはまあこっちもなんかゴニャゴニャといっぱいついてるんだけど、使わない機能がいっぱいついてて高そうだから、うん、ライブ配信だからね。フェイスブックロッキングとかいらないもんね。確かに。あのバッテリー的にはこっちの方がちょっと あ本当に20%くらい上。あ、そうなんだ。そうですね、20% くらい。おお、何また迷う話を持ってきたね、君は。君はまた迷う話を持ってきたね。タバコ吸いたい。もうこれにしよう。これ決まり、これ。はい、じゃあこれで。はい、ということで、127万ルピー1万円ぐらいだね。開封の儀。逆でした。こっちでーす。石みたいな感触だよ。あ、色はかっこいいね。そうですね。ちょっとやり方だけ教えてもらおう。ついた。これでライブ配信をこれからいっぱいしていこうかなと。思ったより強いパワー。いいっすね。いでーんっていうのと、これが本体です。いいじゃん、かっこいいじゃん。なんかかっこいいですね。やりまかし参拝順パーラギー。いやー、やりまかし
はい、ということで新しくジンバルをゲットしました皆さん。これで、なんだ9時間ライブ配信だったり、その次の10時間ライブ配信だったり、頑張っていこうと思うんで、ぜひぜひライブ配信を皆さん見てもらえると嬉しいです。次回の動画でまたお会いしましょう。まあ、バリットでね、カメラとかレンズとかジンバルとかね、もちろん買えないことはない、今日みたいに買えないことはないんですが、もちろんできるならね、日本で買ったら一番だよっていうのはあったりはしますけどね。今回はバリットで、まあカメラとか買うならここがいいんじゃないっていうお店でした。またまた、別の動画でお会いしましょう。バリットレコの味方、俺でした。